小説像と転職された樹木氷像と札幌テレビ等大通会場のスキージャンプ台札幌雪まつりは北海道札幌市中央区内の第2公園をはじめとする複数の会場で毎年2月上旬に開催される雪と氷の祭典である。雪で作った大小の像を中心にしたものだが、ススキの会場を中心に表像も展示される。 札幌市や札幌商工会議所、市内の企業、団体などから構成される札幌雪祭り実行委員会によって企画、運営されている。北海道内のみならず、日本全国や海外からおよそ200万人もの観光客が訪れる北海道で最も大規模なイベントの一つである。世界三大雪祭りは札幌雪祭り、ケベックウィンターカーニバル、 ハルビン氷祭りである。2020年12月10日、札幌市の秋元市長は、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることから、2021年2月開催予定だった第72回目の開催を見送り、オンライン開催する意向を発表した。来場型としての中止は、歴史上初。1950年に、 札幌観光協会と札幌市の主催によって開催されたのが始まりである。企画には講演者の一員に名を連ねた北海タイムスが深く関与していた。これ以前に札幌には冬の祭りがいくつかあったが第二次世界大戦中に途絶えていた。雪像を作る祭りのアイデアは小樽市北テミア尋常小学校で1935年2月から 学校行事として始まった雪祭りから取られた。最初の札幌雪祭りでは市民の雪捨て場となっていた大通公園の7丁目に札幌市内の中学校2校、高等学校3校の生徒が美術科教諭の指導のもとに計6機の雪像を制作した。他に日本国有鉄道札幌鉄道管理局が雪祭りに合わせて札幌駅前に雪像を作った。 他の催しに、歌謡コンクール、タンブリング、スクエアダンス、演芸大会、犬ぞりレース、スキー仮装行列、映画、銀霊の果て上映があった。スクエアダンスは凍った地面で転倒し負傷する人が、出て30分で中止になった。映社会もやはり足を滑らせた観客が、映社台を押しつぶしてしまい、中止になった。しかし祭りは、盛況で、 翌年以降も継続することになった。初期の雪祭りで雪像を作るのは札幌の中学校、高等学校の生徒で数は5、6期であった。はじめのうち雪像は高さ7メートルを限度としていたが、1953年の第4回で北海道札幌伏見高等学校が高さ15メートルの大雪像、商店を制作した。雪の塊を 石材のように積んだアーチ状構築物の上に立像を建てたもので大量の雪が必要であったためしはトラックとブルドーザーを動員して準備に当たった。これは現在のような機械力を用いた大規模な雪像作りの端緒となった。1954年の第5回からは市民政策の像が加わった。1955年の第6回には陸上自衛隊、 勝者、死の出張書が加わり、様々な参加者による多数の像が並ぶスタイルが定着した。しかし高校生による雪像制作は同会で打ち切りとなった。1959年の第10回あたりから雪祭りを目当てに、北海道外から訪れる観光客が増え始めた。札幌オリンピックがあった1972年の第23回には、 世界的に雪祭りが紹介され、これ以降海外からの観光客も目立つようになった。1974年の第25回には、折からのオイルショックの影響で、雪運搬用のトラックの燃料が十分に確保できず、雪像の中にドラム缶を詰めて乗り切った。同じ1974年の第25回からは、国際親善を目的に、 海外都市の派遣による国際雪像コンクールが始まっている。第1回の参加は、カナダ・アメリカ合衆国、フランス、南ベトナム、大韓民国、日本の6チームで、その後参加チームは増加し、1998年の第25回コンクールでは20チーム、合計80名もの選手が参加した。ススキノゴの祭典は、 雪祭り開催に合わせた独自のイベントとして1981年から始まったが1983年の第3回より雪祭りの会場の一つとして組み込まれている。1986年の第37回からはそれまで12月上旬から1月上旬まで大通公演を中心に行われていた夜間現食イベントホワイトイルミネーション。 札幌プラザの開催期間が2月の雪祭り閉幕まで延長され、日没後にも雪氷増干賞を楽しめるようになった。1987年の第38回からは原則2月5日から11日までの1週間開催となり、全国ニュースでも大きく取り上げられるようになる。さらにこの時期から開催中の土曜日や日曜日に特別番組を全国放送する。 民放テレビ局が出るようになる。1990年の第41回から中央区の中島公園が第4の会場として加えられたが、1992年の第43回をもって廃止された。3回限りで廃止された要因として、中島公園会場は市民政策の雪造がメインだったため大雪造が少なく集客力に欠けたことが挙げられる。 陸上自衛隊北部方面隊は、野戦追記訓練の名目で、雪祭りの雪像制作に協力している。陸自が大通公園で、雪像制作を最初に行ったのは1955年の第6回で、第101通信大隊が高さ10メートルの聖母、マリア像、栄光を制作した。1954年に開設された陸上自衛隊マコマでは、 隊員のレクリエーションと築城訓練も兼ねて、中屯地内に雪像を作り、1956年より第7混成団の体内で雪像コンクールを行っていたが、1963年には雪祭りに合わせて、まこまない中屯地を一般開放して、まこまないスノーフェスティバルを催した。これも、また雪像を中心にしたもので、実質的に雪祭りのまこまない会場として機能した。 1965年の第16回から、マコマ内の祭典は、正式に雪祭りの一部になった。以後、人員と機材を持ち年々ノウハウも蓄積した、陸上自衛隊は、雪像政作の主役となる。後には大雪像のほとんどが、陸自の政作か陸自の協力を仰いでの政作になった。しかし、2001年のテロ対策特別措置法の施行後、 陸上自衛隊の協力体制は大きく縮小されることになった。第2公演の大施設像は陸自の担当する数が削減され、長い間親しまれたマコマ内会場は2005年の第56回をもって廃止された。前者の陸自の担当する数の削減の理由は、政策の主力となる第11師団の部隊縮小で政策に回す人的余裕が減ったためである。 後者のまこまない会場の廃止の理由は、旅団化による規模縮小に加え、アメリカ同時多発テロ以降、不特定多数の人々に駐屯地を解放することが、テロへのリスクを高めることにつながるという考えからである。以降、会場への入場希望者に対し事前に審査を行い、問題がないもののみが、まこまない会場への入場を許可されるという入場制限性が取られたが、 最終的には会場の廃止となった。現在、陸自が大通公園で制作する大雪像は5丁目会場と同7丁目会場の2機それ以外の民間が担当する大雪像は長年の経験を持つ自衛隊 OB の協力のもと、民間企業、地域住民等による共同作業にて制作している。大通会場の一部の大雪像の制作やつど、 無会場の雪像政策、会場運営は、札幌市からの職員派遣のほか、市民ボランティアの参加も募っている。ボランティアは、北海道外からの参加も少なくないが、人員の流動性が高く、かつてあった謝礼を取りやめたこともあって、公募しても定員に達しないなど、減少傾向にある。雪祭りシーズンに合わせて、 札幌近郊の宿泊施設の料金を1年で一番高く設定したり、飲食店が特別メニューと称して実質値上げを行うなど、雪祭り期間中の便乗値上げも長年の問題となっている。近年はかつてほどの値上げはなりを潜めつつあり、宿泊施設の料金も初夏のオンシーズンと同程度の料金にまで落ち着いているとする見解もある。 さらに、景気の低迷や地球温暖化などの影響も受けており、1990年代後半に入ると民放各局で全国放送されていた雪祭特別番組が姿を消したが2017年の第68回で雪祭特番が NHK ラジオにて事実上復活した。2010年の第61回ではスポンサー現象などの影響で、 全会場で展示される氷雪像が前年比で44期減少したほか、札幌テレビ放送が長年単独で運営していた大通り西10丁目会場から撤退し、第2西4丁目会場を読売新聞北海道支社と共同で運営した。近年は会場に企業の宣伝ブースや PR キャラクターの雪像が増える一方で市民が参加できる市民雪像は 高い抽選倍率にもかかわらず数が減らされ2000年頃に160期程度あったものが2016年に80期まで半減されている。また2013年以降、右派系市民団体、在日特権を許さない市民の会のメンバーなどが雪祭りシーズンを含め1年を通して会場周辺で韓国人への中傷などのヘイトスピーチを伴うデモ活動や 街頭宣伝を行っており、札幌観光協会は、国際都市、多文化共生を掲げる市のプロモーションに悪影響を及ぼす可能性もあるとして、警戒を強めている。大通公園への雪の搬入大通公園を彩る大雪像の準備は、前年の秋頃から行われ、制作を担当する陸上自衛隊や市民ボランティアの雪像制作団体によって、 雪像のモデルとなる建造物などの資料の収集や必要に応じて現地の視察などが行われてデザインが検討される。その後粘土や木材などを使って精巧な模型が作られ12月末に行われる実行委員会の会場で公開される。雪像に使う雪は不純物のない純白なものが求められ札幌近郊の札幌サトランドやモエレ沼公園。 石狩湾振興などから集められる。降雪が少なく近郊での確保が難しい場合は、採雪時の範囲を中山峠や千歳市のおこたんぺこ半などの山間部まで広げることもある。雪不足だった2007年の第58回には、採雪時を求めて陸上自衛隊のヘリコプターも出動した。大通公園で使用される雪は5トントラックでおよそ6000台分で、 正月明けの1月7日頃から1月中旬にかけて札幌市内では雪祭り雪輸送のプレートを掲げた陸上自衛隊のトラックが雪を山積みにして走っているのを見ることができる。大通公園の大雪像制作に民間が参加してからは民間のダンプカーも輸送に加わるようになった。運ばれた雪は重機によって高く積んで押し固められ、 削るのに必要な巨大な雪のブロックが作られる。足場も組まれ、さながら建築現場のようである。そこから、先の雪像制作方法は、それぞれの雪像制作団体で、独自の技法やノウハウがあり異なるが、主に、ブロックをスコップなどで荒削りをして、大体の形を作り、さらに細かく削って、細部を作り、最後に、化粧雪と呼ばれる新雪を貼り付けて仕上げる。 小さい部品などは別にパーツとして作って取り付ける。制作作業は重機や刃物などが使われ危険なため、大通公園への立ち入りが一部で規制される。このため間近での見学は難しいが、敷地外の行動から様子を見ることはできる。雪像の製作にはほぼ1ヶ月を要し、完成して実行委員会に引き渡されるのは雪祭り開幕の前日である。 開催中は係員が会場に常駐し、雪が降って積もった場合は、雪笑いを行い、溶けたり傷んだりした場合は、その都度補修するなど、絶えずメンテナンスを行って、雪像の美しさを保っている。痛みが激しい場合は夜を徹しての補修作業も行われる。市民雪像の制作期間は開催直前の5日間で、あらかじめ用意される2メートル四方の雪山を削って、 作られる。細かいルールが設けられていて、規定サイズ以上のはみ出しや文字入れなどは認められない。デザインはその年の絵とや流行、時世を反映したものから、地元スポーツチームのマスコットや有名なアニメ、ゲームのキャラクターなど様々で、短い制作期間ではあるが大雪像に劣らないほどの仕上がりを見せたり、遊び心のある風刺が効いた作品も多い。 すべての雪像は、東海等の危険防止のため雪祭り閉幕の翌日には、重機で、すべて解体され、姿を消す。解体後に発生する雪山はしばらく公園に残され、一部が、それ遊び用などに再利用されるが、札幌市内の排雪作業が一段落する3月、上旬にトラックで運び出され、大通公園に春を呼ぶ準備が始まる。 夜の大通会場大通会場すすきの会場都道、無会場さようならまこまない会場式典サトランド会場、荒山会場中島公園会場まこまない会場、サトランド会場2012年2月7日、第63回行き祭り開催中に、大通会場6丁目会場に設置されていた、セツミックの小説像が倒壊。崩れた雪が、観光客の女性にぶつかり、 軽傷を負う事故が発生した。雪像の崩落、東海で負傷者を出す事故は雪祭り史上初。雪像のデザインが頭が大きく、足が細いデザインでバランスが悪かったこと、2月6日の気温が3.3度、7日の気温が2.2度と3月上旬から中旬並みの気温で暖かく雪像が脆くなったことが原因と見られている。これを受けて、 実行委員会は倒壊の危険性のあるとして、大雪像や市民雪像を10機を全部、または一部取り壊した。雪区は、雪祭り実行委員会とスポンサー企業が、業者に発注して制作したものだが、事故再発防止の矛先は、市民雪像に向けらけ、既存のルールを明確、かつ強化した市民雪像ガイドラインが策定された。 豊平区羊が丘の札幌羊が丘展望台に札幌雪祭り資料館がある。これは同展望台を管理運営する社団法人札幌観光協会により2001年に開設された。ここには過去に制作された雪像の模型や写真パネル、歴代のポスター、グッズなどが保存、常設展示されている。このほか南区マコマ内の陸上自衛隊、 マコマナイ中トン地内にある資料館にも札幌雪祭りコーナーがあり、陸自が過去に制作した雪像の模型をはじめとする雪祭り関連資料が展示されている。これは1985年10月に当時の第11師団長の発意により体内に残されていた資料を収集整理して設けられた。この資料館には他に札幌オリンピック支援に関するコーナーもある。 マコマナイ中ト地資料館は雪祭り会期中には一般公開される。会期外の見学は第11旅団司令部広報室へ要申請。雪祭りの模様を伝える特別番組として過去に札幌テレビ放送制作、日本テレビ系列で座雪祭り、北海道テレビ放送制作、テレビ朝日系列で雪祭りバラエティスペシャル後に 雪祭りドラマスペシャルが全国ネットで放映されたが、不況の影響などにより、いずれも1990年代後半までに廃止された。近年では、道内テレビ局が全国ニュース枠を使った短時間の中継を行うにとどまっているが、j イコム札幌では自社で雪祭り特番を制作して、全国のケーブルテレビ局へ配信している。実行委員会非公認ではあるが、 自衛隊と民間業者による閉幕後の雪像の取り壊しの際に毎年旅行会社のツアーが組まれており観光客に人気がある。取り壊しの際のパワーショベルにはキリン柄などの派手なペイントが施されている。ありがとうございます。